今日は久しぶりに発音の動画。自分の話す英語がなんか英語っぽく聞こえないのよね。と思う人におすすめのコツをご紹介します。アリとバジの。コンパウンドラウンジの発音。今日はまずこの言葉読んでみてくれる。 はい。アイスクリーム、エアポート、クレジットカード。じゃないよね。アイスクリーム。エアポート、クレジットカード。これを聞いて。あれ全部前の方、強く読むのと、気づいた人は、偉い。 今日のポイントはこれ。2つの単語がくっついて、1つの新しい意味の名詞を作るときは、前の単語にストレス、アクセントが来るんだ。わ o <ー>ストレスってぐったりくるあのストレスじゃなくて、バナナのねのアクセントのことだよね。そう。忘れちゃった人は、英語の音節とストレスの動画をチェックしてね。 有名なのはこれ。ホットドッグじゃなくて。ホットドッグ。とは言わないよ。イェーイホットドッグ。普通、英語では名詞には大事な情報があるので、しっかり強調して発音します。例えば、まだ古い携帯を持ってるんだ。というとき。I s a my old phone. こんな風に old phone, と phone にあるところが f lip phone、cell phone、iPhone のように何かがくっついて一つの新しい名詞になるときにはストレスの位置が変わります。そうすることでただの名詞じゃなくて新しい別の塊を わかりやすすくしているんですだからただの白い家は A White House だけど大統領が住むホワイトハウスは The White HouseA White HouseThe White House, The White House. 例えば YouTubeTikTokFacebook これも全部前に stress が来てるよね YouTubeTikTok <Facebook> 特にカタカナになってる名詞はついつい日本語みたいに同じ調子で発音しがちだけど英語らしく発音するには「ストレス」を前にするといいよ例えば「ブックストア」じゃなくて「<store> ポストオフィス」じゃなくて「Post <office> なんとなく分かってきた気がする では早速ちょっとチャレンジしてみましょう。単語がパッと出てくるので、英語らしく読めるか発音してみてください。ClassroomClassroomWebsitePassword Password Makeup, Makeup Sunglasses, Sunglasses Update, Update. Armchair.Busstop.Busstop. armchair, じゃあ最後に、stress に気をつけて文章で練習してみよう。髪の毛切らなくちゃ。I need a haircut. i need a haircut i need to go to the bathroom i need to go to the bathroom I have a terrible sunburn. I have a terrible sunburn. This week's fan art. Yatta! Arigato! it looks so fun. Dude, if I go to space, 100%, I'm gonna be sick, like the whole time.